皆さんこんにちは、トラキテチャンネルの島です。西です。今日は2021年11月中旬に日帰りで行ってきた山梨県の勝沼河口湖の動画を見ていきます。行ってみましょう。山梨までは JR 中央線の特急列車に乗っていきます。今回はカイジってやつに乗ります。ここは主要な駅しか出てないので、この下の他の駅を生じっていうところを押して目的地の駅を選びますと。でこの特急列車は基本的に席を指定して乗るので座席表から選びます。で一番空いてそうな車両を選ぶと結構混んでますね。混んでるね。うん、まあ、窓際の席を選んでいきます。可愛い子が隣に座りますように。おっさんでした、残念。で、切符をしっかりとゲットして、これがカイジですね。新宿駅です。カイジとあずさがあるんだよね。そうそう。でこれ車内ですけど、ほんま新幹線みたいな感じですね。出ました、この緑のランプね。そう、これ緑のとこは人が座ってますので気をつけてください。あれ、もう富士山、山梨入ったの？いや、これ乗って10分ちょっとぐらいで富士山見えてきます。そうなんだ。こっちはもう山梨に入ったぐらいのとこですね。うんうん、完全山の景色だもんね。うん、だいぶ来たなって感じするね。うん、これが目的地の直前のとこですね。高台のとこめっちゃ綺麗だね。うん、あれブドウの丘っていうワインの施設です。うん、紅葉真っ盛りでね、綺麗な景色で迎えてもらいました。うん、駅でもう綺麗だね。うん、ということで勝沼ブドウ郷駅に着きました。この後レストランの食事と絶景の散歩を楽しんでいきます。レッツゴー。